ココノのムービーセレクション。こんにちは、ビデックスのモコです。今回は弊社で配信中の船を編むという作品をご紹介します。松田龍平さんが、松田翔太さんのご兄弟の方ですね、主演されている、三浦紫苑さんという方の小説が原作の船を編むっていう作品です。とあらすじをお伝えします。ある出版社で大都会、大都会っていうのは漢字で書くと大きく渡る海って書くんですけど、大都会という辞書の観光計画が進められていました。営業部の、真面目三ツ矢、真面目くんって呼ばれててあだ名だと思ったら実は本当に真面目っていう名字だったっていう、あの真面目くんっていうのがいるんですけど、は定年間近に控えて後継者を探している、あの辞書編集部のベテラン編集長荒木さんっていうのに、まあ後継者探してるんだけどって言って営業部でこう見つけられて引き抜かれて辞書編集部に移動してくることになりました。途中で観光を中止になるような危機も乗り越えながら、真面目くんは、真面目くんっていうか真面目は言葉への強い執着心と持ち前の、粘り強さを生かして辞書作りに才能を発揮していくっていう話なんですけど、まあ簡単に言うと辞書を作る話です。はい。辞書ってどうやってできてるのかとかって私は全然知らなかったんですけど、辞書って皆さん学生の時とか絶対にあの紙の辞書って触れたことがあると思うんですけど、すごい膨大な数の言葉に対していろんな言い回しができる中でその言葉をチョイスしていくっていう、その作業ですよね。なんかできたものしか自分も見たことがないので、あんまりその背景っていうのを意識したことが全くなかったんですけど、あの初めてこの映画見たのは何年前かちょっと忘れちゃったんですけど、すごい前なんですけど、あの辞書作りっていうのがなんと1年や2年っていうものではなく10年以上かかるらしいんですよ。でなのでその日々その言葉集めっていうのをメモ帳を持ってしつつ、あの他社から、刊行されてる別の辞書っていうのを買い漁って読み漁って照らし合わせて、この会社のにはこの言葉があるないとか×とか丸とかつけて一個ずつ全部チェックしていくらしいんですよね。っていうなんかそういうエピソードがもう盛りだくさんなんですよ、この映画は。でなんかこのすごい地味じゃないですか、地味な世界でみんなが触れたことがあるあんまりこうキラキラしたものではないこれに対してこんな物語があったんだっていうのが、なんか結構当時はすっごい感動したの、感動と衝撃を受けたのを覚えてます。で、あの劇中にも出てくるんですけど、なんと24万語に及ぶ言葉らしいです。24万語みたいな、もうみたいな感じなんですけど、をなんか本当にあのこんなカードがあって、そこに言葉を書いて、で言い回しを書いてみたいなのが、あの倉庫にびっしりこう管理されてたりするんですよね。なんかそういうのも実際になんか映画で見てみてほしいなって思います。でこのタイトルになっている船を編むっていうのは、まあ、船っていうのが辞書を意味していて、編むっていうのが編集するを意味してるらしいです。でなんかとにかくこの真面目くんのキャラめっちゃいいんですよ、うん、なんかその営業部ではそのいわゆる人と接するのが苦手なんで、あんまりこう本領発揮できていないけど、名前の通り真面目な方で、でその大学で言語について学んでいたこともあって、言語に対する、言語っていうか言葉に対する知識っていうのがすごい豊富なんですけど、こう人と直接言葉で会話するとかっていうことが苦手なんですよ。でもそれもこう徐々に徐々にこれでは良くないなっていうことで、これでは自分の思いは人には伝わらないっていうことを
なんかこう思って心境がどんどん変化していくんですけど、でこの他の登場人物たちもそうで、例えば事象作りってものをちょっとこう下に見てる人とか出てきたりするんですけど、それがこう真面目くんとか他の人たちの熱心な姿を見てなんかこう感銘を受けて改心していくみたいな、そういう感動物語でもあるので、だからとにかくめっちゃいい話です。てかなんかこれその紙の例えば文字だけじゃなくて触った時の質とかにもこだわっていて、これじゃあダメですみたいなやり取りとかもあるんですけど、なんかそんな風に意識したことがなかったんですけど、それで実際にこう手元にある辞書とかを引っ張り出してきて触るとおおみたいな、確かに気持ちいいなみたいな思って、なんかそういうこうなんていうんですか、人目に見えない地道なこうすごい細かい細かい作業の積み重ねがこういうものを作ってるんだなっていうのはすごい感動でしたね。であと宮崎あおいさんとかも出てくるんですけど、この方のあの役もとても良くて、なんかずっとこうそばで見守ってくれる人みたいな感じで、なんかあの宮崎あおいさんのなんか優しそうな雰囲気がそのまま作品に出てるなっていうのと、あとあの小田切丈さんも出てらっしゃいます。小田切丈さんちょっとダメっぽい男の人演じるの本当上手だなって思いました。なんか紹介してる作品に割とちらほら小田切丈さんが出るなって感じですね。ちなみに地元の中学が一緒です。あら、そうなの。先輩です。先輩というかお母さんがあの住んでた実家、私のでいうおじいちゃんの家がめちゃくちゃ近所です。なのでなんか意識しちゃいますよね、応援する気持ちというか。自己紹介使っちゃうから、はい、そんな感じで、なんかこれは本当にあの割と話も分かりやすく進んでいくので、まあ、私から話すことはあまりないかなと、ぜひ見てみてほしいなって思います。見てみた上でなんかきっと自分の家、それぞれの皆さんの家に辞書ってあると思うので、ちょっと触ってみてほしいなって思いました。なんかあ自分が勉強できてきたのもこういう人たちのなんか地道な努力のおかげなんだなみたいなことをすごい思いましたね。弊社で配信中なのでぜひチェックしてみてください。